この前もらったお歳暮の感想ね。今回は五郎力餅、蘇我の松栄堂さんの商品ですね。昨日かなアップしたあの梅の中っていう商品のと同じところの会社の老舗のところですね。あの小田原の会社だと思います。あの小田原の方からのお歳暮に入ってましたんで、はい、でこれ確か去年お歳暮もらった時にそっちにも入ってたやつだったと思うよね。確かね、多分合ってる、9割方合ってると思う。うん、なんかまあ、中あんこみたいな感じ、商品こんな感じなんだけど、ちょっとまた案の定さ、動画撮るつもりで写真撮ってなかったからさ、中開けてないんよ。中開けてないってこと、割ってない。割って撮影してないから、ちょっとこのあんこの感じがわかんないと思うんだけど、次から、ま、なんか、念のため、開けて撮った方がいいね。うん。中見たい。あ、なんか昨日さ、生放送やってた時にさ、梅の中に興味持って、中何色なんですかって質問してきてくれる人がおって、やっぱみんな気になるみたいだね。気になるみたい。色とか、なんかどんな感じになってんのかっていうのが。でもまたなんかなんか食べる時は割ってみようと思う。うん。ちょっともうこれ食べてしまったからさ、もうどうもなんないんだけど、ホームページ見ても、割って、たところがないような気がするんだよね。わからん、あんまり隅々まで見れてないかもしれないけど、この五郎力餅、あ、力餅かな。ちょっと読み方わかんないけど、のページ見ても割ってるところはないので、だっけ、まあ、ちょっとわかんないけど、これはでも黒だったと思うけどな、多分。うん、おそらくね。そう、いや意外とみんな興味持つんだなと思って。そりゃそうやん、何の動画って話になるよね。いや、そもそもがじゃけど、本当に写真でさ、美味しかったよっていうのをさ、なんかこう軽く伝えるつもりで撮ってただけだったからさ。そうなんです、美味しかったです、これもね。なんか俺がもうあんまりこう舌が肥えてないというか、ほぼほぼ何食っても美味しいからさ、なんか細かい表現ができないのが申し訳ないけど、まあ、とにかく美味しかったですよと。買ってみようと思う方は買ってみたらいいんじゃないでしょうか。どうなんかな、なんかホームページ見たらオンラインストアっていう表示があるから、あ、でもページが表示できませんなってるね。楽天のページに飛んだけどページが表示されないんで、まあ気になる人はいれば問い合わせてみたらいいのかもしれない。ちょっと待って、ホームページの問い合わせのボタンも動作してませんって出るけど、なんか連絡先とか書いてあんのかな、住所は書いてあるな。まあなんか小田原行って小田原行って、神奈川県まで行って、気になる人はね、うん、もしくはなんかこうもろもろ調べてみて、まあたどり着けるじゃろ、インターネットの時代だからな。うん、でまた関係者おったら、この楽天のリンク、オンラインストアのリンクとお問い合わせのリンクが切れてますよと教えてあげて。教えてあげてね。じゃあ終わります。ありがとうございます。